皆さんこんにちは、ダンディキャンプスタイルのトシです。今回は DOD から発売されているバックインベッドをご紹介します。 DOD は他のメーカーにはないユニークなギアを開発販売しているメーカーです。人とはちょっと違うものを手の届きやすい値段で入手できることから使ってらっしゃる方も多いのではないでしょうか。今回はそんな様々なギアの中でもぜひキャンプに持って行ってほしいコットであるバックインベッドを紹介します。このコットと呼ばれるものなんですけど、最近使ってらっしゃる方少し増えてきたのではないかと思います。簡単に言うとキャンプ用のベッドです。なぜ私たちがこれをおすすめするのかというと、単純にキャンプで快適に寝るために絶対に必要なものだからです。これからこの、お手軽な入門用のコットとしておすすめしたいと思っておりますこの DOD のバックインベッドをご紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。今回ご紹介しますこのバックインベッドなんですけども、非常にコンパクトでですね、自分の肩幅よりも狭いぐらいのサイズですかね。なのでバイクでのツーリングなんかにも持っていけますし、車なんかに積む際でも非常にコンパクトで、今日なんか自分はトランクボックスなんかに入れてきたんですけども、入れて全然入ってしまうので、非常にサイズで言えば問題なくどこにでも持っていけるいいものだと思います。キャンプだけじゃなくて野外フェスなんかで使うことも想定されてるみたいですね。はい、この、まず DOD のバックインベッドの内容物なんですけども、内容物はまず寝るための生地ですね。生地というかベッドの寝る部分になりますね。とそれからベッドの端のフレーム、とそれから足のフレームになりますね。このようになっております。じゃあ早速組み立てていきたいと思います。このコットのですね、寝る部分に支える足をつけなきゃいけないんですけども、ここがちょっとですね硬いのでちょっとコツが必要になります。ですね、イメージとしてはですね、この部分に足のこの、引っ掛ける部分をはめていくんですけども、これ片側をはめて、もう片側を入れようとすると結構硬いんですね。ですのではめる際は片側を下にして思い切って足でちょっと踏んじゃってください。するとこんな感じではめやすいです。これをちょっとこう折れちゃうかなと思って力がかけられないと、なかなか組み立てるの難しいかもしれません。ではこのままあと3つつけていきます。完成です。はい、このバックインベッドの寝心地なんですけども、自分も購入して初めて寝るときは正直ちょっと大丈夫かなというふうな不安もありました。なんですけど、いざ寝てみるとすごくしっかりとしてて、多少動いたぐらいでは全然壊れそうな感じとかなくて、安心して寝ることができるんじゃないかなと思います。で、一応参考までにておくと、今自分の体重が、80キロちょっと手前ぐらいですので、それぐらいの体重までの人は安心して寝れると思います。これで夜もしっかりとキャンプ場で寝れるので非常にいいと思います。せっかくなのでちょっと揺れてみたいと思います。ちょっとギシギシというよりかはこう跳ねるような感じはあるんですけど、まあこれはそうですね、ベッドで寝てるのに近いような感じで、そこまでこれ壊れるかもみたいな、そういう感じではないですね。
で先ほども言ったように自分で体重が80キロちょ、ないぐらいですので、まあ、大体の人は安心して寝れるようなそういうしっかりとした設計になっているんじゃないかなと思います。でそれから、まあ、広さとしても結構自分肩幅があって大柄な方なんですけども、十分な、幅がありますので、まあ、よほど寝相が悪くて左右に、転がっていくような人でない限りベッドから落ちるようなこともなく、ゆったりと寝ることができるサイズなんじゃないかなと思います。今回は DOD のバックインベッドについてご紹介しました。これまでコットを使ったことがあるけど大きくて積載がちょっとなとか、そういうことを考えて思ってらっしゃった方はぜひこれを機に DOD の超コンパクトなバックインベッドを使ってみてはいかがでしょうか。またこれまでコット使ったことがないんだよなっていう人にはぜひこれを機に使ってほしいです。今まで地面に銀マットなんかを敷いてその上で寝てらっしゃった方はおそらくこれを使えばもうコットのないキャンプには戻れないこと間違いなしです。最後までご視聴いただきありがとうございました。我々ダンディキャンプスタイルはちょっとカッコつけた大人のキャンプをコンセプトに、キャンプのスタイルやギア、料理など贅沢なキャンプ時間を過ごすための情報を発信しています。よろしければ高評価やチャンネル登録いただけますと活動の励みとなります。概要欄に Twitter やインスタ、ブログも載せておりますのでよろしくお願いします。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。